どうもこんにちは、真心と申します。前々からね、狙っていためちゃめちゃいいガチャガチャが発売されてっていうのがこちら、ゲンガーオンリーのガチャガチャ。もうお金を出してダイヤル回せば出てくるのは全部ゲンガーとゲンガー人気だよね。実際僕も大好きなポケモンで、まあ、デザインが不気味可愛いというか、不気味なんだけど、あの丸々しいフォルム、そのゲンガーがギュッと詰まったガチャガチャが出たと、早速ね回してきましたで、まあ、このラインナップ全部で5種類かなあるんだけど、まあ、そのうち1種類ね、ちょっとどうしても欲しいゲンガーっていうのがあって、まあ、それも含めて手に入ったので見ていきましょう。さあ、こんな感じでね、物、中身のね、ゲンガーのポーズによってカプセルの色が変わっています。最初はこのザ・ゲンガー紫のカプセルから開けていこうか。すごいね、今のカプセルってこんな取っ手とかついてるんだね。僕が子供の頃はもっとほんとシンプルにカプセルだったんだけど、進化してるね、カプセル自体も。ガチャガチャってもうあんまり普段やらないからな。さあ、入っていたのはもうザ・ノーマル、シンプルに立ち姿のゲンガーだね。ちょっと袋から脱出させてあげよう、緑のハサミでね。あー、いいね。かわいい。何なんだろうね、このゲンガーの絶妙な可愛さって。かわいいけど、背中トゲトゲしいな。殺意を感じる、この背中から。いいね、こうシンプルイズベスト。もうほんと立った、普通に立ったまんまのゲンガー。かわいいです。ここに飾っといてあげよう。いいね。いいね、ゲンガー。立ってるだけでもかわいいって、犯罪だよな。そして二つ目。これがね、実は一番欲しかったんだよ。今回目玉はもっと別のゲンガーのフィギュアがあるんだけど、今回欲しかったのはこれ、このオレンジのカプセルに入ってるゲンガーが欲しかったんです。っていうのもこれですね。わかるかな、これ落ち込むゲンガーっていう名前なんだけど、台座がついてて、この台座と組み合わせると、これちょっとアングル的にわかりづらいかもしれないけど、こう台座に座って落ち込んでるゲンガーっていうねなんでゲンガーを落ち込ませようと思ったんだろうっていう、まあちょっと疑問はあるんだけど、こういうね、落ち込むゲンガー、これが一番欲しかったんだよ、とある理由でね。まあそれはちょっと後で説明するんだけど、この落ち込むゲンガー、もうガチャガチャだからね、完全運だから、もう手に入ってよかったわ、ほんと。ちょっと並べといてあげよう。ノーマルゲンガーの横に座らせよう。あはは、落ち込む。これは落ち込む。かわいそう。あ、オッケーオッケーオッケー。ゲンガーバランス良さそうなんだけどね、そうでもないのかな。分かりづらいけど、こういう椅子に座るね、台座に座る落ち込むゲンガーが手に入りました。これが一番欲しかった。で、これたまたま手に入ったんだけど、まあ一番今回の多分ガチャの目玉商品だね。もうたまたまだって本当ラッキーだったんだけど、もう分かるかな、さっきのカプセルと比べても大きさが違うんだよね。もうみちみち中に詰まってる感がすごい。なんならもう横のこっちのね、蓋は閉じてるんだけど、爪は閉じてるんだけど、こっちも開いてるからね。これ何も触ってません。この状態でガチャガチャから出てきました。ガチャポンからね。それぐらい密に詰まったゲンガー。ああ、開けるのも一苦労。さあ、開けてみると、はい、巨大マックスのゲンガーです。ポケモンバトルだとこんなイメージかな。地面から顔がニョッキリと、ね、出てるこのゲンガー。巨大マックスのゲンガーが今回の当たりです。もうね、めちゃめちゃでかいよ。さっきのノーマルゲンガーと比べても、まさに巨大マックス。なんか口にもう詰め込まれてるもんね、パーツ。収納スペースないから、カプセルに収納スペースないから、ゲンガーの口に突っ込まれるっていうおもろいな。あ、手足が入ってるのか、なるほどね。じゃあちょっとこれ組み立てていきましょう。かわいい、尻尾が生えてる。こんな感じなんだ、巨大マックスの尻尾って。アンテナみたいに後ろから出っ張ってるわ。手もかわいいね、これ。手もかわいくない、これ装着してあげるんだけど、もうなんかやだーみたいな、もうやだーみたいな、このポーズかわいいね。そして分かるかな、動画だと暗くて分かりづらいかもしんないけど、口の中もね、めちゃめちゃよく作られてるんだよね。これ分かるかな、螺旋状みたいになってて、ちゃんとうちのひだみたいなのが表現されてんだよね。飲み込まれそうな口になってる。ほんとすごいな、細かいな、作りが。で、なんとね、この下、説明の紙に書いてあるんだけど、5センチもあるらしいですすごいな、下が5センチ。これを奥に差し込んであげると、あー、ぽいぽい、一気に変わった。さっきはもうやだーみたいな感じの手だったけど、舌を足すことで一気にこう不気味感が増すね。ゲンガー感増したね。そしてね、ちゃんと巨大マックスということで、この後ろに、この透明の棒を刺してあげると、ちゃんとね、あの巨大マックス特有の赤い雲ね、これもつけることができると。お、いいね。あ、もう一気に最初の
何もつけてないゲンガーとは一気に雰囲気変わったね。巨大マックスのゲンガーって感じだわ。いいね、ほんと。こう並べても。あー、たまたまだけどこれ当たってよかったわ。これも飾ろう。めちゃめちゃ気に入って、ちょっと待って、これ何も俺マークしなかったけど、不運ぐらいにしか最初、商品ページで思ってなかったけど、いざ組み立てると、めちゃめちゃよくできてるな。口の中までちゃんと作られてるのが感動したわ。可愛くない？ゲンガーの後ろ姿可愛くない？真正面から見ると、ね、巨大マックス、ほんとちゃんと再現されたフィギュアなんだけど、下から見るとなんか、一気になんか可愛さ増すな。ドラクエに出てきそうな感じがある。この下がいいね、ちょっとはみ出てる。いやーいいね、巨大マックスゲンガー。これがガチャガチャで300円で手に入るって言うんだから。お得だよな。で、めちゃめちゃ運が良くて、これ3回で揃ったのよ。これ3回でこれ全部ね、別のやつ出て、まあ、これだったらちょっとコンプリートしたいなと思って、もう2回追加で回したんだけど、結果はね、お座りゲンガー、落ち込むゲンガーとノーマルゲンガーがもう1種類ずつ出ました。シンメトリーになったな。真ん中に巨大マックスを置いて、落ち込むゲンガー、ノーマルゲンガー、落ち込むゲンガー、ノーマルゲンガーっていう。ゲンガー舞台、シンメトリーが出来上がりました。ラインナップ的にはね、他に、お休みゲンガー。ゲンガーまさかの座りながら寝るんだね。横にはならない。眠ってるゲンガーと、あともうこれが欲しかったんだよね。シャドウボールのゲンガーがね、あったんだけど、右腕をね、掲げて、まあ、完全にドラゴンボール読んだであろう、このね、ゲンガーの、シャドウボールの姿があったんだけど、それがね、手に入らなかったんだよね。うわ、余裕があったらもう一回回しに行こっかな。シャドウボールゲンガー欲しいわ、普通に。そうで、なんでこの落ち込むゲンガーが欲しかったかっていうのをちょっとまあ説明しようかな。ちょいちょいね、ツイッターの方では見せたりしてたんだけど、こんな感じの環境で編集してまして、これ MacBook に、これ MacBook につなぐための USB なんだけど、デスクがあって、でモニターがあって、こっちにもサブモニターがあってっていう感じでやってるんだけど、まあこう座って編集してるわけですよ。でこれ、ね、左上を見ると、このモニターの上にちょっとしたテーブルを置いてるんだよね。でここに、まあ、こうフィギュアみたいなの飾ってんのよ。これもガチャガチャだね。現場猫マリオのね、あのチョコエッグ未開封ね。でこうアンドロイドで、愛するバンジョー&カズーイね、キャラ愛だけで使い続けたバンジョー&カズーイ、大好きなレゴムービーのキャラクターとかね。あ、一人奥にいるな、真ん中に。はい、こんなレゴムービーとか置いたりしてるんだけど、でここにゲンガーを置こうと思ったんだよ。ここにゲンガーを置くと何が起きるかというと、ここね、編集してる時に左上を見ると、ゲンガーがね、見てるっていう。ちょうどね、落ち込むゲンガーの目線が編集してる、これ自分になるっていうね。これをちょっと想定して、買いました。ゲンガーに見下ろされながら編集したいなと思って、買ったんだよね。ガチャガチャ回しに行きました。もう9月の下旬から始まったガチャガチャなんだけど、多分まだまだね、置いてあるから、10月いっぱいぐらい置いてあると思うから、ガチャガチャね、ちょっと興味ある人はぜひ行った方がいいと思う。このね、質感はね、巨大マックスは本当に感動したわ。またこんな感じでちょっと尖ったというか、ゲンガーオンリーみたいな面白いガチャガチャがあったら回しに行こうかな。ガチャガチャはもう面白いね、久々に回すと。はい、というわけで今回はそんな動画でした。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。さよなら。